はい、皆さんこんにちは。今日は iPhone 11 Pro 用のちょっとした小物アクセサリーをご紹介しようと思いますけども、こちらでございます。じゃーん、アイズデコというね製品なんですけども、まあ、何かと存在感のある iPhone 11 Pro の3つ目のこのカメラ部分をですね、むしろもっと目立たせてしまおうという逆転の発想がね面白い製品なんですね。まあ、ちょっとね話題になっている製品なんで、今日は私の11 Pro に貼ってみたいと思っています。それではいきます。はい、ということでこちらアイズデコというね製品です。2色買いましたけどもね、こちらね大理石柄のやつなんですよね。で、まあ、これ粘着シートで簡単に貼れるということでですね、まあ、これはね、アピロスって会社がやってんのかな。で、まあ、それでね、特にね、何かねこうレンズを保護するってわけではないんですけども、まあ、レンズ部分ねちょっとね、いたずらしたいよな、デコレーションしたいよなみたいなね、まあ、そんな発想で出てきた製品ということでね、まあ、1つ770円で売っているというねところなんですけどもね。で、まあこれ本当ね、シールなんでね、中身としてはこれだけなんですけどね。で、これが、まあ、大理石柄が印刷されたアクリルになっているみたいですけどね。でね、こんな感じでね、まあ、今乗っけるだけですけども、乗っけるとこの3つ目のところにねちょっとしたアクセントが加わるということでね、うん、結構いいんじゃないですかねこれね、うん、であとはねもう1色はねこれイエローのね、単色のやつね買ってみたんですね。でこれもじゃあ乗っけてみようかな、うん、これまだね貼ってないですからね、こんな感じですね。はい、これもね、結構ね際立つ感じで、私はねスペースグレーですけどね、面白いアクセントになりますよね。でね、これ厚みはねこれアクリルなんで結構薄いんですけどね、まあこれ普通のペラペラのシールではないんですね。張りのあるね感じになっていますから、まあ、一応再利用も効くは効くのかなっていうその質感ですよね。でそれではね貼ってみたいと思います。でこちらなんかね裏側にね粘着シートがねこういう感じでね、まあ、部分的にね、まあ両面テープがねついてるわけですよね。でちょっとね爪でやろうとしたらなんとなくね、しんどい感じは正直ありますね。なのでね私はちょっとカッターでここの部分に、ちょっとだけ入れてめくった感じでしたけどね、まあ、何かねヘラのようなものでもいいのかもしれませんけども、まあ、この方がね早かったですかね。だいたいねこの真ん中の部分が両面テープになっているというねところなんですね。それではね合わせてみますね。で、まあそれなりに厚みがありますからね、ぴったり合わす必要がありますね。まあこの三眼のね段差に合わせて、つける感じというねところですね。まあ、こんな感じで、まあ、なんかねパチッとはいかないけどね、しっかりはまる感じはねあるはありますねこれね。こんな感じでねつきました。結構いいなこれな。でケースとね合わせてみます。で私がねこれ黄色を選んだのはねなぜかというと、そうこれですね、カンピーノのねこの色のケースに合わせたら面白いんじゃないかと思ってね、まあ、それで黄色を買ったんですけどどうでしょうか。おー、あすごいビンゴですね。これなんか別の iPhone になったみたいなね新鮮さがありますね。まあそろそろねもう3ヶ月、経とうとしてますからね、なんとなくね、リフレッシュが欲しいというねこの時期に、ね、いい感じじゃないですかねこれね。で他のケースね試してみましょうか。でもう一つねこの黄色選んだ理由は、こちらですね、ケースティファイのこのネオンカラーの透明の黄色いケース、これにね合わせても面白いんじゃないかと思ってね、まあこれつけてみましたけど、これも色いいですね。これ結構ビンゴでしたね。個人的には予想以上に良かったというねところでね、うん、これいいんじゃないかな。まあ、ケースはねそもそもここの部分ねすごいこう際立たそうというねデザインのやつなんでね、まあ、さらにねそれが強調されて、これ3つ目がなんかねいい感じにね収まりましたね。うん、これかなりいい
これもね、かなりの満足度ですね。でこれはエアジャケットですけども、これもねまあ面白いですね、結構ね、うん、なんかねコントラストがねわざわざ出ていて面白いというねところですね。でこれはピタカですね、アラミド繊維の、まあ、これもなんかね、いい感じではあるな、うん、これもねいいね、うん、黄色と黒のねコントラストですけどね。でまあこういったこのトゾみたいなね、これ蓋がってるタイプはどうなんでしょうね。これまあ寸法的にはちょっとなんていうかね、あんまりこうよくはないですよね、厚みが入りますからね。ただねその見た目としてはね、もうなんか予想外にね黄色がうっすら見えたりして、これもね結構ね面白いなっていうね、仕上がりになったというところで、まあ、ケースとのね干渉は厚み的にはそんなに問題はなかったみたいですけどね。でお次これね剥がしてみるとどうなのかってところでね、まあ、この角っこにね爪入れるとパッとはね取れますけどね。でまあこれここ両面テープになってますけども、まあ一応ねおそらく再利用は効くのかなっていうね感じはしますけど、まあ何回もやってると粘着力は弱くなっていくとは思います。でまあとりあえずねこの剥離シート取っといたんでね、これをまあこう合わせて保存しとけば、まあ次もまあまあ使えるのかなっていうね、まあそんな感じはねしますけどね。でお次大理石の方もねやってみます。でこれ、まあ、貼るのはちょっとね慣れてはきましたけども、でまたねこれカッターでめくってちょっとつけてみますね。でまあこれ多分ね黄色よりこう無難な感じかなと思ってね買ってみたんですけど、でこれ貼ると、まあ位置合わせはねもうしっかりくり抜かれてますからね問題なしというところで、こんな感じかな。で真ん中押さえればもうねピタッとね入りますけども、これも予定通りって感じですけど、結構ねいい感じに収まったというねところでしょうかね。でこれに合わすのはこのね、ピタカのねエアってやつで、でこれポップソケッツで大理石柄のをつけてたんでね、まあこれだったらいいのかななんていうね、うん、まあいいんじゃないでしょうかねこれね。でお次はこれ純正のスマートバッテリーケースですね。まあこれ黒っていう名前ですけど、まあグレーなんでね、これもまあまあまあいいんじゃないでしょうかね。特にね干渉もなく、まあ純正ケースだいたいいけんじゃないでしょうかね。であとは、ノーマルのこれねピタカのケース、そして、パワーサポートのエアジャケットのこれスモークマットってやつかな、うん、これもまあいい感じですよね。でその他はこれはトゾ、まあこれはあんまり意味がなかったかな。でこれさっき黄色に合わせたこのカンピーノのねこのイエローのやつ、まあこれもねなかなかいいんじゃないですかね。であとはこれケースティファイ、まあこれちょっとね黄色よりは無難になりましたが、これもねいいんじゃないかなってところで、でこれはノマドのレザーケース、まあこれはまあまあってとこですかね。そんなんでね、まあ、結構ねいろいろつけましたけどもね、これは最後、シュピゲンのウルトラハイブリッドかな、これ黄色でもね、大理石でもいいのかなっていうねところですね。はい、ということでね今日はねこのアイズデコっていうねこの三つ目をデコレーションするねシールというかねシートをね試してみましたけど、まあ、なかなかねこの発想として面白いですよね。特にねこのガラスの部分を保護するっていうものではなくてね、まあ、単純に、着せ替えをするっていうねだけなんですけどね。ただねこの部分に注目したっていうのはね非常に面白い製品だなということでね、なんかねこう、まあ、やっててね楽しくなるしね、まあ、770円ぐらいなんでね、まあこう試しに1枚ねつけてみるとかね、気分転換につけるなんていうのにはね、まあ、持ってこいじゃないかと思いましてですね、まあ私自身はねこの黄色いやつをねこの黄色いケース2個あるんでねこれに合わそうとしてねやってみましたけどね、まあ、それがねなかなかねうまくねいったというねところですね。でこちら私は Amazon で購入しました、770円でねいろんな色をね用意されてるようでですね、でサイズについては11 Pro と11 Pro Max は共有でですね、であとはね11用っていうのもね出てるようなんで、11の方はねそちらのサイズをお求めいただくというね感じになりますけども、で私はねこういうテック系のアクセサリーなんだけどアナログみたいなねそんな製品大好きなんでね、
今回結構ね、個人的にはね、ツボにはまった製品だったというねところですね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。